お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今後もね、クラッシュライダーやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、ジャイダクネマジアチャというわけで、まあ、高回転のジャイダ一挙をね、使っていきたいと思います。なんと、エリクサー平均コストがね、3.0 でございます。で、まあ、中型スプレーがね、ありません。ファイボとかポイズンとか、まあ、なんですけど、マジアチャがね、言ったらこんな感じの役割を担う形になりますので、まあ、なんとかやっていきます。で、これ絶対大型止まんねえじゃんってね、多分、思う方いるんですけど、甘いね。全然ね、ゴレとかラバとか、そういった大型にもね、戦えますので、ちょっとね、その辺見てもらえればいいのかなと思います。まあ、止めると言ってもですね、やっぱりそのゴーレムの後衛とか、まあ、ラバの後衛を完璧に抑えるっていうのはね、なかなかむずいんですよね。なんで、まあ、大型に対しては2対1のプランをね、もう初めから、こう、イメージして戦うとね、結構戦いやすいのではないかなと、はい、思います。で、まあ、ディガーがありますので、こんな感じでね、コウモリプラスディガーとか、ゴブリンプラスの、攻めができるかなと、はい、思います。で、基本的には、ジャイダクネですね。ジャイプラスダクネ。そして、そこにディガーを組み合わせて、戦っていきたいかな。で、ここは、マジアチャー、優秀ですね、バーバリアン。一列に並んでくれた。で、ここを一回後ろから行きましょうか。よいしょ。少しアドを取ったかな。まあ、ここの目がこう、ワンチャン目。あー、オッケーオッケー。ここは、多分、ザップさっき咲いたんで、このゴブリンがきついんですね。オッケーオッケー。で、このジャイの後ろにコウモリじゃなくてダクネつけて、オッケー、このベビードラをコウモリで処理して、まあコウモリが残んないんですけど、よいしょ、まあ防衛できればいいかな。で、ここはもうこれでね、相手多分守れないんですよね。バーバリアンがもしかしたら初手出てきたの来るかぐらいで、オッケーオッケー。でもここでね、もう2個目をね、ちゃっちゃいっちゃいます。相手ライトニング使いましたので、コストがありませんね。で、コウモリにザップ打つ。アイデキか。オッケーオッケーオッケー。これもね、ジャイもゴブリンも止まりません。止まったゴブリンはね。オッケーという感じで、よしよしよし。回転が早いのがね、やっぱこのデッキの強みかなと思いますね。こんな感じで2周目ジャイがすぐ回るので、ここでね、一気にダメージを稼げたのはでかいかなと思います。で、ここはちょっとマジアチャで角度をいい感じにしつつ、角度そんなでしたね。ダクネで守るんですけど、ちょっと痛いですね。ちょっと痛い。いや。結構痛いです。まあね、これはバーバリアンがいるんで、まあ、ジャイつなげたいのはつなげたいんですけど、コストがないので、まあ、ディガーゴブリンぐらいしときましょうか。で、ちょっとプレッシャー与えて、よいしょ。まあ、ここでね、多分折れるかな。いや、折れたら美味しいですけど、まあまあまあ。はい、よいしょ。で、相手、ウッドとザップとライトニングでしたね。ウッド、ザップ、ライトでしたね。で、次の、多分ジャイを、多分守るんですけど、これですね。守れないですね。これもう結局、ザップ相手あるんで守れませんので、攻めちゃいますね。で、攻めて、よいしょ。で、ここを後からのコウモリとゴブリンで回収していきます。で、金がね、ちゃんとおられないように防衛して、OK。OK、OK。で、ここをもう一回守りつつ、ここね、ジャイで攻めてあげますね。そうすると、相手は攻めにくいんですね。攻めてきても、こう、ジャイの防衛もしないといけないので、残り20秒。さあ今プレッシャーを与えたことによってここに相手もロイジャー最後出すしかありませんので、よいしょ、はい、もうガン防衛ですね、カンブー、よいしょっていう風な感じで立ち回れると、まあ大型に対してこんな感じですね、基本的に。よいしょ、グッドゲームというわけで、まあ、マジアチャで相手のこう攻めてきたのを許容してカウンターであったりだとか、まあなんていうんですかね。まあダメージはやっぱ受けてしまうんですよね。このデッキ。相手の攻めを 100% に抑えることは不可能なんですけど、ちょっとダメージ受けるんですけど、それをね、こう、いい感じにカウンターに持っていければと思います。やっぱ施設とかないんでね、こう、本当に相手の攻撃を絶対って言っていいぐらい完封できないんですよね。まあ、だからその分、こう、カウンター力が高いと言いますか。高回転でどんどん攻めていくって感じですね。よろしく。これ SK ゲーミングのラスト、世界大会ね、準決勝ラスト1位で負けたモーテン選手ですね。モーテン選手が使ってましたね。このデッキで結構無双してますね、あの人。ゴブリンの方がスケだったりあるんですけど、まあ、ゴブリンの方が、こう、ディガーであったりとか、スケラーとか結構ね、幅広く対応できるので、ゴブリンを使っております。このマジアチャで射抜くのはさすがにヤンキーかな。おー、これはね、ちょっとゴブリンで釣って角度ゲーしたいですね。こうバレキリに対して、まあゴブリンはね、そんな優秀ではないんですけど、一旦回避っていうわけで、これ相手、端前やっ
ってきたからな。端前っていうかこれ。これウッドテマ処理して、バルキリー5分3号でしたね。オッケー。ここは濁念で受けて、カウンタージャイしたいですね。オッケー。これ一発はね、こう2発ぐらいかな。こう入っちゃうんですけど、このカウンターですね。で、相手さっきゴブリンと三角だったんで、まあここをディガーで削りつつ、三角かゴブリンにザップ打ちたいな。まあ三角かな。あ、まあいいや。ここは一回ステイでいいっすね。コスト使わなくても、もう十分なね、ダメージ稼ぎましたので、一回の攻撃でタワーを落とそうって思うんじゃなくて、こう、ダメージをね、稼げればいいので、マジで僕、最近はすぐに亡くなったんですけど、今までこう、一回の攻めで落とそうっていうのがあったんですよね。バルーンとかホグとか、こう結構使ってて、こう、バルーン裂いたら絶対一発は決めたいみたいな、こう、なんで毎回こう、攻めゆき玉とか攻めザップとかしてて、結構ね、こう、攻めすぎちゃうってたんですね。やっぱり1コス、2コス、ちょっと無駄に使いすぎてた。なんで、こう、なんていうんですかね。攻めるのも大事なんですけど、ちょっとね、ダメージを稼げればいいっていうね、考えになると、またね、ちょっと、勝てるようになるんじゃないかなと思いますね。よいしょ。ここ相手はもう守れないという判断からのですね。なんで、僕としては、キングにプレッシャーかけつつ、ここもね、左側、キング防衛、あれですね。僕落とされないように、こう、森だけで許容して、よいしょ。で、ここ次の攻めね、繋げていきたいと思います。よいしょ。ここで、真ん中ジャイと、そうしてる間に、これ、ね、2周目ジャイも守れないと思うんですけど、1本目のね、ジャイ、濁念プラスディガですね。まあ、濁念が強すぎるんですよね。マジで、濁念アンチなんですけど、まあ、強いカードはつけ、使ってけって感じで使っていきます。で、あれですね、多分この動画が上がってる、夜に、多分生放送ね、多分すると思います。はい。ですので、ぜひね、僕、個人で、生放送はすごい初めてなんですよね。まあ、マルチのトラ上げ、生放送やるんでね、ぜひね、良ければね、見てもらえたら嬉しいかなと思います。よいしょ。ここはディガーつなげて、で、ここも結構使ってるんです。相手のディガー1体に対して、僕がゴブリン、コウモリ、ディガーつ、裂いてるので、ここはね、一回こう、待ちますね。まあ、ウッドぐらいなら打ってもいいんですけど、相手オールブレイカー来ますね。で、ディガー裂いたから、まあ、単体、セパのオールブレイカーだったらマジアチャで、違いますね。ごめんなさい。マスケスケのディガなんでバルーンとかかな。はい。ワンチャンバルーン説ありますね。これジャイフタしたいですね。ジャイフタして、コウモリで処理して、ディガ来たらゴブリン連盟して、オーゲイ！オッケーオッケー。マジアチャ残ってるんで、ここね、もうディガ削りですね。濁念出せなかったら、もうこれディガ、相手、受けが少ないっていうのを、なんか違うんだけど、俺の知ってるデッキと。あんななんか言ってたな。相手のデッキ全然違うんだけど、マスケミニペ。マスケミニペ。焼き鳥やんけ、本当に。マスケミニペ。ホグか、バルーンだと思うんですけど、まあ、もしかしたら、ジャイ説もありますね。あ、バルーンですね。いや、これはね、アイゴレが破裂した瞬間にコウモリしたいんですけど、うわぁ、これ雪玉飛んできて、ちょっと、これはね、ちょっと今の相手がうまいっすね。で、ゴブリンに対しては、相手は、ローリングバブリン持ってますので、まあ、ディガー受けとしてはね、使いたいですね。ちょっとね、苦しいですね。相手のミニペが、ミニペで、がね、ちょっと厄介ですね。で、次のバルーンはもう多分守れないので、無視ですけど、ディガーは、ディガーは守りたいですね。よいしょ。これね、ちょっと、大体一回ガーン芋できましたね。ここ、オッケーオッケー。相手雪玉咲いた。でもあれがあるのかな。ここのマスケット潰せれば結構でかいっすね。で、ここ2周目ジャイアント。いや、ミニペッカいるか？いや、ワンチャンあるぞ。ワンチャン。いや、ワンチャンないのか？いや、防衛が。あれですね。だって大型に対しての方が勝てる。謎に。もしかしたら、公開っていうのがきついのか？てかミニペッカですね、本当に。先般カードミニペッカがね、ものすごい辛いですね。これな、すごい難しいところですけど、一回このマスケットを処理する系で、この後、バルーン飛んできますので、
僕の勝ち筋としてはここ耐えるしかないんですね。コウモリ、コウモリめっちゃ襲ってんじゃん。オッケーオッケーオッケー。いや、ワンチャンあるぞ、これマジで。ワンチャンあるぞ、マジ。このでもダクネがどう、いや、残ってるんで、これね、ワンチャンありますね。タルババ来たら、その瞬間ゴブリン咲きたいんですけど、待ってますね。いや、マジでワンチャンある。マジでワンチャン。あ、ミニペッカ戻ってくんな。ミニペッカが戻らなければ、オッケー、ここで決めようとするんじゃなくて、一回、ちょっと待って。レイジス。これはね、奇跡のワンチャン、マジで。ここで、マスケじゃなくて、もうタワーで、ウッドで、真面目にワンチャンある。にゃー、やめてー。くそ、惜しいな、これね。これはね、ちょっときつかったんすけど、一回左側に2周目ジャイをしたときに、あれはワンチャン逆サイジャイダクネ説はワンチャンありましたね。ミニペックがね、これがね、施設とかだったらまた変わったと思うんですけど、ミニペがね、ちょっと攻め突破もですし、受けもちょっとしんどかなか、しんどかったかなって感じでした。はい、まあなんですけど、結構ね、面白いデッキだと思いますね。なんか、ウッドザップとディガーでなかなか削れないところを、攻めマジアチャでね、カバーしたりだとか、結構面白いデッキだと思いますので、ね、よければお使いください。こういったね、高回転のデッキを使うと、よりね、PS の上げる練習とかにもね、なると思いますので、ね、ぜひぜひお試しください。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、今日はね、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様。